酒狂いましょう気持ち悪いんだよあの豚ども。待って、いける。もうすいません、ちょっと声が巻いちゃうんで。あ、間違えた間違えちゃった。えってえって、でビジュアルで出てきて、そう、え映画公開記念かけ狂い名言神経衰弱。イエーイ。はい、今回はですね、私たち3人で対決です、はい、これまでドラマ、前作、映画の中から選ばれた名言で神経衰弱対決をしていきましょう。はい、負けないようなどと意気込みをお願いします。負けないようなどと意気込み、負けないようなどと意気込みを、はい、負けないよう勝っていきたいと思います。はい、頑張ってください頑張ってくださいって、あなたも頑張るんですよ。ちなみに一緒に頑張りましょう。司会者風でやって、はい、じゃあ自信あるなど意気込みを。私はそうですね、まあ勝っちゃう自信があります。すごいシンプルで分かりやすいです。はい、私も頑張ります。はい、はい、もうすでに10個の名言、20枚のカードが並んでありますが、はい、どんなのがあるんですかね。ちなみに確かに名言ってなんだろう、なんだろう、名言なんてあった、まあ、かけ狂いましょうでは。それはある、それは絶対ある。あとなんだろうな、なんかポチとかあるかもしれないよ。ポチ、あーポチ、あ、ポチ、ジュース買ってこいとか。あ、ありそう、ありそう。名言じゃないよ、でも名言、格言とかではないけど、名言かもしれない。いいですね。じゃあ、誰からいくか、じゃんけんをしましょうってことです。はい、最初はグー、じゃんけんぽん。あ、お、最初はグー、じゃんけんぽい。おお、幸先良いでございます。じゃあ私から、まあ、私が一番有利だけどね。確かに気づくのが遅かった勝とうとしてしまった。よしよし、じゃあやっていきますか。はい、よし、じゃあ1枚目、テレテテテテテ、その曲私の人生、レイズします。なるほど、確かに名言ですね。これはね、とても名言、かっこよかった、このシーン。まあじゃあ一旦ここら辺行こうかな。てーん、おお、長い、長い。歓迎するわ、私の作り上げた私の理想の城に、言ってた。言ってたっけ記憶がちょっと長いな、曖昧ですね。まあまあ、でもまあ一旦ね、はい、合わなかったの残念だけど、ね、とりあえず、はい、じゃあ近いところから。お、自分じゃん。僕と夢子のつながり、あ、このギャンブラーのつながりか。ちょっと待って、名言、名言ですよ。真偽、いやいや、真偽、真偽決まってることだから。まあまあ、まあ、私の多分少なかったんだろうね、これ。あ、そうそうね、あって言ってる、その中では名言かも、確かに。まあまあ、じゃあ、はい、あ、このギャンブルの下がり、よし。絶対に、おおお、来た。さあ、駆け狂いましょう。いや、そんなしらさらっと、さらっとやらない。一番の名言ってさっき言ってたじゃん。ちゃんとやってくださいよ。恥ずかしいから。どうなんだ。さあ、駆け狂いましょう。いいと思います。はい、とっても。恥ずかしい。聞いたらみんなやるんですよ。どこいた今？ここいた？そこだね。そこにいます。はい。ちょっと恥ずかしい。じゃあ、参ります。これ。お、私じゃん。お、本当だ。ツイン。つづら。それ切り札だから、イカサマされないように持ってて。それかっこよかった。ありがとうございます。つづら、それ、なんだかなんだ、かっこよかった。そう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 、すごいかっこよかった。どこ行こうかな。あれ、ちょっと待って、忘れたんだけど。気持ち悪いんだよ、あの豚ども。夢見てちゃん、名言なの。名言なんじゃん、夢見てちゃんの名言よ、もう。ほら、そうかそうか、だから一人ずつ入ってるんだね、これ。そうそうそう。ちょっと待って、しっかり忘れた。結構記憶が、うん、もう結構来てる、わかんない。まあ、とりあえず、まあ、開いてないとこ開いてみようか。そうですね。じゃあここら辺とか、てれて、わー、さあ、駆け狂いましょう。ちょっと待って、どっちだって言ってた。こっちか。てん、イエーイ。いや、さすがですね。やった、自分のセリフ取ったの、嬉しい。いいな。じゃあこれ、もう一回、もう一回、うん、かな。てん、あ、僕と夢子のつながり、あ、このギャンブルのつながり。じゃあこれ、これ、てん、あ、やったー、すげー、イエーイ。いや、これちょっといい感じ、これ私が一番有利だったの。このまんまいける説あるんじゃない。いける説あるよね。ドン、そうそう、それ切り札だから、いかさまれないように持ってて。いけんじゃない。こっちか、こっちだな。てん、イエーイ。
やっぱ私のセリフ取れた。え、すごくない？一番初めにさ、すずいとメアリとゆめ子のセリフ取るの。すごいすごくない？すごい。やった。じゃあ、取ってない。全部どうする？てん。気持ち悪いんだよ、あの豚玉。待って。え、いける。マジですか？すいません、ちょっとこういうの巻いちゃうんで。イエーイ。やば。うん。イエーイ。どうしようかな。あとこれどうしよう。あれ、それ、紐ついてるの？そういうので判断するの？紐ついてるの？じゃあこれかな。ポン。にゃんにゃん、ギャンブル中毒の負け猫だにゃん。懐かしいね。普通、どころ出てないからね。運ゲーだね。運ゲーですね。てれん。にゃん。お、違った。会長でした。ここでじゃあ、はい、お願いします。交代ですよ。4枚、4ペアです。いや、すごいわ。まだまだいける。じゃあ、開いてないのにしとこう。いいの？え？え、いいよ、いいよ。待って、でもほら、ついてないよ。本当だ。出てないやつ。ここに来て。マジか。しがまくるじゃん。え、どれ？前からキャンプが。指紋ついてないから。黒カード。俺はただひたすら王道を言う。両方ともじゃん。ひどい。両方とも出てないやつ。じゃあ、とりあえず。お、え、そっちだった？あ、え？でも、あ、取れる？いけます？それ？あれ？あ、間違えた！あ、間違えちゃった！私の手はブータンだよ、バーカ！やだー！やばい！え、ちょっと待って！圧倒的勝利！圧倒的勝利が譲っちゃった！じゃあ、失礼します。これと、やばい！これかな？イエーイ！まあ、そうよね！それ王道行く。本作では、中川大志さんが違う役で出演していますが、はい、あれは詐欺ということでよろしかったですか？詐欺ではございません。キャスト続投という詐欺。本人のもう綿密なる、もう本当に細かい役作りということで、あれはあれはなんか最初聞いた時は冗談かと思いましたよ、うん、えってえってで、ビジュアルで出てきて、そうえ本当に本当に誰か分かんなかったの？本当にみたいな。あなた結構主役とかやられる方ですよね思ったですよねっていう。朝ドラ出てらっしゃいましたよねみたいな。爽やかなイケメンさんですよね。そう、あれってあれみたいな。そう思いました。でもね、そういうとこがね、魅力ですよね、うん、振り幅の広い。はい、まあ、あれもね、ぜひファンの方見に来ていただきたいですね、うん、もう本当に求めているものが見れるかどうか別ですけど。確かにそれは何とも言えない、はい、サングラス外すと、あの目がつぶらだって設定を自分で作ってて、ビューラーしてたんですよ。本当にムカつく。毎回撮影の時一瞬回ってムカつくんだよ。そのこだわりみたいな。こだわりがある。何なの？映るかなっていうところまで細かく設定してて見て、こうなってるの。そうビューラーしたんだみたいな何なの？ちょっとしゃくれ気味なんだよね。鍵いっぱいついてるんだよね。そう子供もいるんだよ、確か。そう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 、子供いるのよ。婚約指輪してんのよ。婚約指輪。本当にその設定全部が嫌だ。そう、それ全部本人が考えてるっていう。面白かった。いいよね、でも素敵よ。じゃあ続きいっちゃってください。どうしよう、忘れたんだけど。大丈夫、いけるよ。もう指紋ついてないのって、指紋もついてないな。じゃあこれ、お前から、あ、さっき見たじゃん。見たやつだよ。じゃあそれこそ指紋ついてないやつ。あ、え、でもどこだっけそれ。負け猫ダニャンでした。負け猫ダニャン、どっかあったよね。隣あったあった。でも全然覚えてないよ。いやいや、もうそうだよね、指紋ついてるの探せばもう一回も開いてないやつか言ってる。いや、どっかにあった。どっかにあったね。うわ、どっかあったよ。うわぁ、なんかさ、小さい頃よりやっぱ記憶力減ってる気がする。あー、どこだっけ。え、全然覚えてない。こことかどう。お、やった。すごい、ここに来て。ここに来て、鈴井くんは。やばいな。モブ脱却いかがですか、ご本人的に。モブ脱却させてもらえるんですか。あのギャンブルに参加して、やっぱ鈴井くんらしさっていうのはちょっとね、もう少し鈴井くんのモブ感っていうのをもう少し欲しがってるところはちょっとありますけどね。ただまあ、ステージに上がれたことは本当に嬉しく思います。でも十分にモブでしたけどね。そうね。あれ、え、なんか、うん、しかも結構現場で頑張ってすごい走ったんですよ。とあるシーンですっごい走って、芝居の中でこけるっていう芝居までしてたのに、
切られてたんですよ。あーかわいそう。そういうとこ見るとやっぱりまだちょっと上がりきれてないなっていうのを。あー私、ね、それで言うとトラックでのなんか印刷でこう印刷するって遠くで一人で待機させられててシワ預けられてそうそうそう体育座りでで、カットされてたんですかあれ。あれあれ、そうですね、映画見たらなかったですね。まあそういうところも愛すべきモブなのかなと。はい、モブ脱却はできておらずということでよろしいでしょうか。そうですね、アテナに対するあれはそうですね、うん、とてもいいモブですもんね。でもいいモブって何、うん、プロモブだから。プロモブ近くから。ああ、え、それ一番初めに聞いたやつ。あ、そうかな。これ一番最初に見たやつ。その後見てないね。その後見てないね。結構結構あれよね、ばっかよそれ。全然覚えてない。この辺行ったわけないよ。おっ、あ、もうそこよ。すいませんね、すいません失礼します。私の人生レイズします。これいいセリフだね。かっこいい。これよ、確かに名言ね、うん、名言っていうか。これ開いとっけ、これ開いとっけ。指紋どこ、指紋、指紋。おお、お前からギャンブルを奪う。そう、ここか、うん、やばいですね。もうこれ、これは、いや、これはもう葵ちゃんだったら決めれるよね、多分。意外とでも開いてないんじゃない、あの2つ。あ、あ、こっちですね。あ、よく覚えてます。すごい、よく覚えてた。すごい。はい、はい、まあ、とはいえね。いや、とはいえ、わからないよ。とはいえね、とはいえね。あー、めっちゃ、あ、ダメだ、全然負けてるわ。あ、やったー、やっと。いや、嬉しい。私、じゃあすごい、私、藤井さんともやって、勝って、池田ちゃん、え、勝ったの？エラちゃんともやって勝って、二人ともやって勝って、やっぱもう、かけ狂いだな。神経衰弱強い説？それもちょっと強いかもしれない。でもズルズルじゃないわ。ズルズルズルしてない。ズルがあった。ズルはしてない。あ、そ、あの運がね、良かった。やったー。気持ちが駆け狂いですね。はい、駆け狂いました。今日はちょっといい日だ。勝利の権限ということで、今回は高杉真宙さんに映画の見どころを伝えていただきたいなと思います。そうですね、いや今回本当に映画第3弾ですか、はい、ですけど、最強最悪のラスボス式神さんが登場するんですよ。本当に数々の今までにないその悪さというかかっこよさっていうのがあって、どうやってその夢子さん含め百花尾学園のみんなが立ち向かっていくのかっていうのはちょっとぜひ見ていただけたら嬉しいです。今回も叫びに叫びまくってるので、みんな本当にアドリブがたくさんやって、はい、楽しんでおります。ぜひ見てみてください、はい、お願いします。ありがとうございます。OK です、ありがとうございます。緊張するわ。ここにテラプレート株式会社ポスター、ちょっと